本物みたいな。あ、気持ち。わかるか、この例えわかるか。わかんないけど。いや、すごいいろんな。そう、一瞬待って、それがいいんじゃんみたいな。なんで早く出さないのみたいな。そのスカーフあったそう、それが今流行ってるやんみたいなやつあるじゃん。わかるわかる。その気持ちになった。ああ、そうだね。そうだ、それを出せるのはやっぱ嬉しいね。そう、うん、それ楽しいし、なんか人間が、でもアイディアがあってさ、ひらめいちゃったものを殺すことはないっていうか、うん、あ、そうなんだよな、あの、ひらめいちゃったらやるしかないっていうか、いやでもすごい、だってなんかいつだかレコーディングの時だったかな、ちょっと忘れたけど、うん、あの、岡田くんがしてたのかな、三船くんは何やっても大丈夫だよねみたいな、何やっても歌えるよねみたいなこと言ってて、確かにって思って、そのもうどんだけ何が起こっていてももうその我関せずっていう意味ではなくて、なんだろうな、まあさっきの例えだと着こなせちゃうというか、そういうものなんだよねっていう風なものになんか成立しちゃう。そうね、こうなんかこうやって寄り添って、一個一個に寄り添ってるっていう感じとは全然違うんだけど、確かに、でもなんかもうそのなんとかなるなんかね、なんとかなる力はね、なんかよくわかんないけど、なんか培われちゃった、半端ないと思う。三船くんのこの間だってオーチャードホールでさ、東京フィルハーモニックの皆さんとやったけど、なんか結局ロットになっちゃったなって思っちゃった。なんか2曲だけだったけど、あれすごい。俺リハーサルを見に行ったんですよ。そうで本番は見に行けなくて配信で見たけど、でなんかその過程もさらに知ってるから、リハーサルの時もおおすげえなって思ったけど、ただああいうのって時間超限られてるね、ね、だからなんか下手するとこうバックなんつうの、豪華な後ろみたいな感じ、うんうんうん、下手するとっていうか、やっぱりまあ全然それで普通なんだけど、ただなんかね、出来上がったもの聞いたら大きい、さらに大きいロットマルトバロンでどうぞみたいな感じだったから、いや失礼な話ですけど、いや本当に超楽しかったし、なんか割と誰とやってもね楽しいんだよね、うん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 、なんか楽しい人は本当にその辺さ、うまいって言うと言い方違うんだけど、そういう技術的なことじゃなくて、そういうんじゃないんだよね、でもなんかね、なんかすげえうまいんだよな、なんかね、なんだろうねこれね、なんだ、割とあれじゃない、なんか大体布団があればどこでも寝れるタイプみたいなところもあるかもしれない。いや、すごい一番広いんだ。いやでも違う。いやそうだね。それはあのね、サバイブ能力が、いやそれは本当にそのなんつうの、人間力というかなんていうの、なんていうんだっけ、フィジカル。うん。あのこうデザイン力みたいなものと結局。フィジカルね、サバイブしていくフィジカルとがちゃんと結びついた形がこうなるんだな。いやでもめっちゃ面白かったの、初めて西池さんとライブやった時もめっちゃ面白くて、3人で西池さんシンセとかじゃん、うんうん、さその日のライブ1曲目で電源バーンと落ちてさ、マジで結局ドラムとアコギと俺の生声しかなくて、西池さん参加してもらったのに、なんかさ電圧が足りなかったのがバンバン落ちちゃって、シンセとか全然鳴ってなくて、なんか参加した意味ないぐらいのライブになってて、でフジロックも電源落ちちゃってさ途中で、えマジでなんかそんなことあんだ、だいたい生声になったみたいでもなんかアンプぶっ壊れるし、なんか電源落ちたせいで、でもなんか見せられちゃいそう、それでも、いやいや、なんかでもお客さんにとっては申し訳ないけど、なんかねそういう現場が多々あったね、それも関係してるかも。でも面白いね、なんか普通にさ友達とかでさ、知らない友達しかいない何パーティーみたいにないけど今、そう久しくないけど、なんかそういう時とかマジで俺なんかやることなさすぎて、あ帰りたいって思っちゃうタイプなのに音楽だと他人となんとかなるっていう謎のコミュニケーション能力を発揮するっていう、なんかそうだよね、つながり方がすごいよね、なんて、まあでもなんかね、アメリカとかでも言語通じなくても、うんうん、それグッドみたいなレベルでなんかぐいぐい肩を食い込ましてこう、うん、
満員電車に入っていくスタイルみたいな。いやなんかねタフなんだよなみゆねくん。え、工藤くんはそういうとこあるよね。あ、俺はもう割と大丈夫だよね。俺はもう俺本当に布団があればっていう。大丈夫だよね。布団なくても平ら、まあそこそこ平らだったら雨がなければ雨がなければ大丈夫、うん、そうかも。そのバイブスは近いかもな。そうそうそう。いやすごいな。なるほどね。確かに確かに。そういうのある、そういうのある。割とそういうの大丈夫。あ、なんかいろいろ納得してきたわ。まあ、でも本当に皆さんのおかげで鍛えられてね。あの、いやでも誰とでもいいってわけじゃないんですよ、うん、誰とでもいいんじゃなくて、まあね、なんか音楽的にハモれるっていうか、うんうんうん、ピンときたっていうか、あ、なんかあって、あ、これなら世界中どこツアー回っても絶対楽しいみたいな確信があった時になんか一緒にできるっていうか、なんかそういう人たちがなんかと、まあ偶然っていうか出会ったおかげでなんかパーシモンもできるし、うん、なんかブルーノートもこの間よ、やっぱ4ステージ全部全然違うみたいな。全然違かったね。あんな濃厚な2日間ないし、あれはもうハイライトです。毎年やりたい。毎年やりたいね。毎年やりたい。勝手に言ってるだけですけど。いやーもう言い続けます俺も。いやもうそうだ、もう話すこといっぱいあるの。あるでしょ。でもパーシモンについてもさ、またこう挟んでいけばいいの、あの、駆動会、駆動会が、たまに駆動会あるわ、しょ、ちょっと、ショートインタビューされるっていう。どうしよう。そういう。じゃあ、とりあえず、今回は、極祭どうでしたか。極祭どうでしょう。これ、いや、ちょっと、なんつうの、何話すんだろうとか思ってたけど、西田がまたやりたいって言った理由が分かった。あのね、話しきれない、話してくるとめちゃくちゃいっぱいあるでしょ。もう極祭だってで、しかもさ、うん、あの極祭とネバーフォゲットの2曲を中心に話しただけじゃん。だけだよ。だけでもこんな時間よ。じゃん。でまだパーシモンもある、うん、でブルーノートもあるで、極祭ツアーがある。そうだ、柔軟公演よ一緒に。で、死んだいたフィーバーでさ、初ライブやった時のさ、あのイノセンスのさ、のクドーくんのあのうろ何の曲か分かんなくて、そうそうそう、はっって思い出した時のアンコールだったからね。散歩って言われた時の犬みたいな散歩はっみたいな、覚えてるみたいな、あの感じすげえよ。来たことある。いやもうあの曲、あの表情が全て最高だった。確かに。いやそう、あれ竹内くんにちょっとね、あの Q 出してもらったりしたの。そうそうそう。ああ、それねみたいな。そうそうそう。あれも覚えてたわ、ありがとう。いやあの顔はね、ステージ上で、しかもコロナでさ、ロットのお客さんたちも初めてコロナ禍でロットを見るみたいなの、ガチガチにみんな緊張してたのに、うん、なんか俺たちだけそのテンションみたいな。確かにぶっ込んでった。いやあれはね、でもあの時から比べるとさ、やっぱりこう、何、声が上がらないライブとかさ、うんうんうん、配信ライブとかもめちゃめちゃ慣れたっていうか、慣れた。もうさ、あの時ちょっと緊、やっぱなんかリアクションないとちょっと怖いなみたいなのあったけど、うん、なんかもう全然怖くないもんね、うん、そんなもん、なんかそんなもんでしょっていう気持ちになっちゃった。あとなんかこういうわかるだなって、そう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 、わかんだよね、うん、なんかマスクしてても、うん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 、なんかムードが、なんか空気感が余計先瞬、何、ああアンテナがすごく、アンテナが俺たち鍛えられた、すごく。いやめっちゃやってんだよ。めっちゃ、てかめちゃくちゃ変わってるな。めっちゃ変わったよねめっちゃ変わった。もうめちゃくちゃアップデートにアップデートじゃん。アップデートにアップデートだよ。どう、アップデートに。しかもまただって今月来月4月23日だってあれよ、新木場で西田も、あのうるさい西田も来るから。あれは楽しみですね。でもだからステージ上でビザル TV みたいなもんですよどっちなのか分かんないもんね。ゲストがトークス聞いちゃう。あ、えそうね、 MC ない。 MC よ。いや、あ、そんなダメ、もうダメ、喋ったら終わる。あ、そうだ、そりゃそうだわ。うん、2時でも結構割と MC してるタイプだから、うん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 、ダメ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 、そういうんじゃないですよ、もうダメダメ、後日だ、後日さ、うん、その代わりこれがあるから。そうだね、だって喋ると結局こういうのが出ちゃうからあれ俺なんすかあれを俺がやってる。ライブは喋んない
いい音楽聴きに来てんだから。そうだね。でも空気による、なんか、うんうん、そのお客さんがもうなんかそういうのを求めてる時もあるし、うん、なんかわかんない、それは。